藤田沙彦は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大佐。陸士33期、陸大42期。別名、伝友、伝通。髭の参謀とも呼ばれた。通過事件の死亡者として、中京軍に拘束され、肺炎で急死した。鹿児島県の士族出身。薩摩郡熊野城村、大技東で出身。 陸士卒業後、不評、第23連隊府。陸大卒業後は独立剣装校舎、第2中隊長として、河北戦線、南京攻略戦に参加。内地に帰還し、内閣情報局第1部第3課長、戦車第1連隊長を歴任。1945年、再び大陸へ向かい、第125師団参謀長となった。 ポツダム宣言が受諾された翌日、関東軍にも武装解除命令が通達されたが、納得のいかない藤田は、関東軍作戦班長の草地定護大佐に電話をかけ、草地君わしの師団は、関東軍命令は聞かないからなぁと命令拒否と、師団の徹底抗戦を宣言した。止めようとする草地に、俺は停戦のために軍人になったのではないと叫んだが、 これに草地も激光し、なんだと、軍命令を聞かないとは、すぐにも逮捕令を出しますぞ。聞かねば聞かないと、もう一度明言しなさい。あなたがいなくても、第125師団には今里中将という立派な師団長がおられると返した。この言葉にようやく藤田は静まり、命令だけは、師団全部に通達すると思いとどまった。その後、 藤田は武装会場を待たず、師団を離れ、家族を連れて通貨を脱出。赤人に落ち着いた。ソ連軍と入れ替わりに、通貨に入った中国共産党は、通貨省指導者の粛清を始めた。藤田は、もし自分の居所が露見した場合、かくまってくれた人々にも害が及ぶのではないかと、考え、自ら流線ホテルの八掃除司令部に出頭した。八路側も、 藤田の率直な態度に好意を持ち、藤田はすぐに赤人に帰ってきた。しかし、国民政府や日本人らは中共への反撃を考えており、藤田をその中心人物であるとみなすようになった。これを危惧した共産党側は1月5日、流線ホテルに藤田を監禁した。1月15日、ホテルを脱出するがその時に怪我を負い、 通過事件には関与していない。2月5日、通過事件の死亡者として八祖除軍に拘束された。3月10日、市内の百貨店で八祖除軍主催の2.3、事件展示会が開かれ、戦利品の中央に放棄直前の2月2日に、拘束された孫公暁通過国民党部書記長と、共に、見せしめとして3日間にわたり、立たされた。 藤田は痩せてやつれた体に中国服をまとい、風邪をひいているのか始終鼻水を垂らしながら、許してください。自分の不始末によって申し訳ないことをしてしまいました。と謝り続けた。心ある人たちは見るに忍びず、百貨店に背を向けた。3月15日、獄中で肺炎のため死去。去年45。その遺体は、市内の広場で3週間さらされた。 ありがとうございます。